私は中国の指導者の通訳だった。日中友好に奔走した対日工作員、最後の少年、ホンズ .jp、佐藤明人、2015年05月06日。私は中国の指導者の通訳だった。書籍、日中友好に奔走した対日工作員、最後の少年、作者、周武氏、翻訳、鹿幸明、出版社、岩波書店、発売日、2015年2月26日。中国に関する書籍は数あれど、本書は出版までの経緯からしてユニークだ。テーマは戦後の日中関係についてであり、中国人の著者が中国人の読者を想定して書いたものである。だが守秘義務の関係で何度も検閲が入り、香港を除き未だ中国本土では発売されていないという。そんな曰く付きの一冊がこの度日本語に翻訳され、中国に先んじる形で出版されることになった。著者は北京大学で日本語を学び、対日工作のために共産党によって育て上げられ、日中双方の首脳の通訳を務めるまでになった。中国における日本語研究の第一人者である。これまでに通訳として関わった老人は、中国側は周恩来、花国宝、鄧小平、林強、胡耀邦といった共産党の大物がずらりと並ぶが、日本側も、田中角栄、大平正義、三木武夫、福田武夫といった歴代首相が顔を揃えている。まさに日中首脳外交の現場を生で目撃し、双方の政治家たちの意思疎通を担ってきた意気商人と呼ぶにふさわしい。日中戦争の直前に本土で生まれた著者は、4歳にして両親を失い戦争孤児となる。父親は日本軍によって爆殺され、後年、生き延びていたことが判明する。幼少時代に共産党の抗日ゲリラ部隊が日本軍に惨殺される様を間近で目撃し、何よりも日本を恨んでいた著者だったが、北京大学に入学した際、党側の決定に従って半ば強制的に日本語を専攻させられることとなる。最初は気乗りせず勉学にも精が出なかったが、党側から反省を促されて猛勉強を始め、大学1年の終わりには日本語で3万字もの自伝と一家の歴史を書き上げる。結果として著者は大学を優秀な成績で卒業し、共産党外交部に日本語通訳として配属させられた。そこから日本語のスペシャリストとして著者が関わった濃密な歴史の現場の数々が明らかにされる。訪中した自民党の大物、松村健三の娘が現地で具合が悪くなり、彼女に付き添って医者を訪れた著者は、中国人医師の月経は正常ですかという質問をうまく訳せず、女性に1ヶ月に1回来るものは正常ですかと訳して娘に笑われたという微笑ましい話から、粛清ムードの漂う文革の最中に林強の通訳をした際、健康状態が著しく悪化した林強の様子をうっかり仲間内の宴席で話してしまったため、解放軍に呼び出されて尋問を受け、危うく投獄されそうになるというスリリングなエピソードまで、臨場感を持って描き出される。日本人読者として読んでいて面白いのは、やはり田中角栄、大平正義が訪中し、日中国交正常化を樹立する際の交渉の場面だ。共産党側からすれば、日本による台湾との国交の破棄は決して譲れない条件だが、国内に反共親台派を多く抱える田中らも、自らの政治生命を危険にさらすような決断を勝手に行うわけにはいかない。共同声明の内容に関する両国の意図は平行線をたどり、このままでは日本側は何ら成果を上げることなく帰国しなければならないかに思われた矢先、万里の長城を観光していた太平は、姫大鳥妃、中国側の外相に2人だけで車の中で話がしたいと切り出す。日本側の通訳が同行しなかったため、著者は両国外相が乗る車にただ一人の通訳として乗り込み、膠着状態を一気に抜け出す太平の提案を姫に対し訳すこととなる。端的に言えば、本書は第二次世界大戦の負の遺産を清算し、日中友好の新しい時代を作り上げようと奮闘した両国の大物たちの知略と駆け引きをまとめた目撃談とも言える。著者は中日中国大使館の通訳や、東京大学の客員教授などの立場で通算10年以上日本で過ごし、47都道府県の全てを訪れたという。両国をよく知る人間として著者は、自分を産み育ててくれた祖国と人民を熱愛するとともに、第二の故郷である日本と日本人民に深い親しみの感情を抱いていると述べる。本書が香港で出版されたのは2013年であり、日中外交は近年で最悪の状況を迎えていたが、そんな中でも著者が両国の関係に投げかける視線は楽観的だ。2000年にわたる交流があり、今日の世界で格別重要な位置を占め、影響力の大きい中日両国は、子々孫々まで友好交流を続けていくべきであるだけでなく、それは可能なことであるとして本書を結ぶ。激動の時代に両国の政治家が共に国内に反対派を抱える中、知恵を絞って友好を形にしていく場面を最も近い場所で体験した著者には、あの時の精神が今でも息づいているのだろう。現在でも中国本土での出版には至ってないものの、日本の政治家を高く評価し、両国友好の重要性を説く本が、共産党員によって出版されたという意味は大きいだろう。少しでも多くの両国民に読まれることを願うばかりである。記事をあり、中国権力中枢の最深部に迫る13億分の1の男中国皇帝を巡る人類最大の権力闘争。佐藤明人2015年05月19日、中国権力中枢の最深部に迫る、書籍、13億分の1の男中国皇帝を巡る人類最大の権力闘争。作者、峯村健二、出版社、小学館、発売日、2015年2月26日。これはすごい本だ。大手新聞紙の発行部数が下落し始めて久しいが、本書で描かれるような記者の情報収集能力の高さを目の当たりにすると、新聞社というシステムが持つリソースの潤沢さを思い知らされる。著者は朝日新聞の北京特派員として、6年弱にわたって中国報道の最前線に立ち、共産党内部の権力闘争を追い続けた。体を張って共産党員とのパイプを築き上げ、当局による幾度のもの取り調べに遭いながらも、中国の権力の最深部に迫っていく様は、日本のジャーナリズムの衰退などどこ吹く風だ。そして描かれる様々なエピソードはまさに桁違いのスケールである。副題にある人類最大の権力闘争は全く言い過ぎではない。ロサンゼルスには将来的なアメリカへの移住を見越した中国政府高官の愛人を住まわせる村が存在し、彼らは6億円もの豪邸をキャッシュで買っていく。愛人は高官たちが中国本土で違法に蓄えた資産のマネーロンダリングに使われるのだが、その規模は2008年までの10年で日本円にして14兆円を上回る。全共産党員8600万人の中で、習近平の腐敗撲滅キャンペーンで処分された党員は2年で25万人に及ぶ。日本でも最近話題となった白嫌いが失脚までに築いた資産は7200億円。その白嫌いの後ろ盾で同じく失脚した周永康の一家の摘発された資産は2兆2000億円などなどキリがない。もちろん、ただ悪事を働いて蓄財すれば出世できるほど中国共産党は甘い世界ではない。前述の白嫌いが重慶市の代表であった際は、40もの河川の水質を浄化、貧困層のために100万もの柔道を建設し、国民的な人気があったという。善行も悪事も日本とは桁違いだ。8600万人もの党員が、その頂点を目指して権力闘争を行い、毎日のように敗者が大量生産される。少しでも尻尾を見せればライバルに蹴落とされ親族もろとも投獄される世界を何十年も生き抜いてきたのが今の中国のリーダーたちだ。著者はこの生き馬の目を抜く権力闘争こそが共産党の活力の源泉になっているという。確かに数十万円の汚職で逮捕されてしまうようなスケールの小さい世界で育ってきた日本の政治家たちが、果たしてこの共産党のエリートを向こうに回して日本を守ることができるのか、ちょっと心配になってしまう。上述のような個々のエピソードだけでも十分面白いのだが、本書のコアは、習近平体制が誕生し権力基盤を固めるまでの全面構想の内幕だ。引退後も死ぬまで院政を敷いて中国を支配しようとする江沢民と、江沢民に押さえつけられておかだりの国家主席でしかなかった胡錦涛。この二人の最後の闘争の産物こそが習近平政権であった。その陰で汚職摘発に怯える最高幹部たちは、スタートしたばかりで権力基盤の脆弱な習近平を打倒すべく、起死回生のクーデターを企てる。本書で明らかにされる膨大な共産党の内部構想の証言は、そのほぼ全てが匿名の情報源に依拠している。だから注釈も全くないし、でっち上げが含まれている可能性も否定できないだろう。それでもこの本が信頼に足ると思えるのは、そこに何のイデオロギーも感じられないからだ。媚び中でも短中でもなく、読者に何の思想も押し付けず、ただただ凄まじい権力闘争の内側を淡々と紡いでいく。2012年の共産党大会で胡錦涛の完全引退を正式発表前に誰よりも早くスクープしたのはこの本の著者だ。当時一部のメディアでは胡錦涛が権力闘争に敗れたという見方も出ていたが、著者はその後も独自に取材を続け、必ずしもそのような解釈が正しくないということを本書で述べている。地に横領の現代中国政治を理解するに最適であると同時に、日本のジャーナリズムはまだ死んでいないと安心させられる一冊だ。本書は著者が北京駐在時代に書いていた朝日新聞中国語版の連載が元になっている。当局に公表される2年も前に高官の汚職疑惑などを追及しており、当局側から何度も抗議され、結果的に朝日新聞のサイト自体が中国で閉鎖となってしまった。共産党から目をつけられるリスクを冒してまで連載を続けることを許した朝日新聞の懐の深さに、改めて一連の吉田証言の不祥事などだけで朝日の全てを判断してはいけないと感じる。現場ではまだ多くの優秀な記者が日夜世界を駆け巡っている。彼らの失地回復を期待したい。記事終わり。今回は中国関連の書評記事でした。YouTube ひじくろチャンネル、また次回。